いやちょいよ、ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ホグをやっていこうと思います。まあ、遅延ホグですね。遅延ホグ。まあ、ちょっと新しい方になってるんですけど、まあ、今の環境の、まあ、形みたいな感じですね。墓石がなくなって、まあ、スケとかがちょっと多くなって、まあね、丸太が流行りのロリババになって、ちょっと高回転気味になった感じですね。ってことで、まあ、メガゴだったんですけど、多分、スケになった代わりに、墓石がなくて、ちゃんとした大型とかは守れないから、まあ、インドラって感じなんですよね、きっと。ってことで、行きたいと思います。よいしょ。まあ、遅延ホグですね。まあ、遅延といえば、俺、みたいなのがあるんで、で、まあ、ホグと言えば俺みたいなのがあるんで、まあ、余裕ですね。ってことで、とりあえずよろしくと、まあ、必殺仕事にしてきますわ。とりあえず、まあ、初手ホグアンパイみたいなのがあるんで、初手ホグピョンとぶっ転がしていき、ですね。まあ、これ、ネクストのアイゴレ引っ張ってくればいいんで、こっちをタルバブで防衛して、ネクストのアイゴレチャーン。よいしょ。まあ、墓石があればね、これも簡単に完封できたけど、まあまあまあ、そういう時もありましょうと、ありましょうと、と言わんばかりの。んでもって、相手はペッカなはずなんで、このアイゴレ、オッケー。届かない。いいよ。よいしょ、いいですね。はいはいはい。勝ち。三十種でしょ、どうせ、これ。オッケーオッケー。よいしょ。オッケー。いいですよ。あと1枚か、もう回ってるかぐらいですね、エリポン。なるほど。これ余裕でぶっ転がせますけどね、ファイボ。ありがとうって感じですね。チョロ級マウンテンですね。これはとりあえず、アイスウィズからでいいですね。いや、間に合うか、これ。よいしょ。これ逆サイホグ飛ばしてあげて、相手エリクサーなくて、手札回して言うのぐらいなんですよ、これ。そうそうそう。あー、スケで。なるほど。それは頭いいですね。よいしょ。よいしょ。まあ、ファイボですね。まあ、こういう感じで守ってあげるって感じですね。でもこれ言うのなんで、アイゴレホグいきます。エリポンが来ると思うんでね。アイゴレホグ行きたいと思います。それかもう一回30しくるか。マジでとりあえずスケで溶かしますね。はいはい、アイゴレホグ、とりあえずロリババも添えてあげて、タゲが変わると、でまあファイブ打っちゃいますね。俺クラスになるとこのファイブ打っちゃいます。でファイブ圏内まで持ってく。決断セバが来ると思うんで、はいはいはい、それは余裕ですね。とりあえずアイゴレケツから切って、サインステッパーが来ると思うんで、まあ、トレーでまとめてあげて、よいしょ。あ、やべ、ずれたずれた、これやべ、これ唯一の、あぶねー、唯一の負け筋引いたかと思いましたね。よいしょ、よいしょ、オッケー、いい防衛。これで回して、ファイブで GG ですね。よいしょ。まあ、右、左が、オッケー、オッケー、オッケー。まあ、実質、ニクラみたいなとこありますね。まあ、割と流行りの三重士には、ファイブ、トルネファイブっていう絶対的メタカードがあるんで、結構、簡単に勝てますね。三重士に関しては。いくらアド取られても、工場というのさえちゃんと守れば、三重士は後から、トルネとファイブでどうにでもなるんで、とりあえず、トルネでまとめておくことが大事なんですよ。で、手札にファイブなくて、一回さっきまとめたじゃないですか。で、それは、このデッキ高回転なんで、トルネを切ってから、ファイブが手元になくても、端前渡るまでにはあるんですよね。だから、相手は、なんだろう、三重子が固められてて、前に足したらファイブが来るって分かってるんで、何も足せないんですよ。だから、そういうのを逆手にとって、ある程度ダメージを許容して、タルババだけで守るとか、そういうことができるんですね。喋りすぎて初手遅れた。オッケー。とりあえず、もったいねえけど、これでいいっすね。よいしょ。よいしょ。頼む。ああ!ミニペでしょ?ホグかな?大体ホグか、ロイホグ。あ、はいはい。余裕ですね。わかんねえ。30しかな。ワンチャン。ミニペ30しとかか、なんだろう。
まあエリポンってことはだいたい30種ですね。でもアイゴレホグのサイクル作りたいんで先にホグ切って、先にホグをねちょっと後ろに出してアイゴレ引っ張ってきてでもよかったんですけど、よいしょよいしょ、まあ、これでタワー折る。でここをタルババだけで抑えるって感じですね。先にまとめちゃってダメージを許容してタルババだけで抑える、これが強いですね。よいしょ、まあこれで1本あと取ってるんで、相手はこっちにも何か出さなきゃ、あれ折れない、インドラで、うん、全然いかないな。まあ、ここにエリポンが来ると思うんで、よいしょ、ワンチャンス、ああなるほど、よいしょ、まあこれアイゴレのばっかでパフるんで、あこれすけ、まあいいか、オッケーオッケー、こんだけ守ればいけるっすね、余裕で。これアイゴレホグいっちゃっていいっすね、エリポン壊せるんで、ファイボだけは温存してエリポン壊したいんですよね。よいしょ、でこれでほっとく、ほっとくのが大事。でこれで何か前につけてきたらファイボ、これは何かつけてこなかったらタルババだけで守るっていう感じですね。だからほっとくのは割とうざいかもしれないですね。はいはいはい、よいしょ、インドラファイボ当てがたく防衛ですね、ファイボで。よいしょ、 OK、 グッドゲット、いいですね。まあ三重心は本当に安定して勝てますね。インドラがいるんで大物にも大型にも、ね、勝てるという感じで、まあ三重心も言うて工場を止めるカードが俺の手元にはないんで、丸太とかもないんで、なんだろう、まあちょっとは許容する感じになっちゃうんですけど、さっきみたいに結構ユーノとか工場の攻撃がバイーンって入るんですけど、まあ言うて許容してそのアイスウィズで受けながらって感じでやっていけば、まあタワーを折られない、両方のタワーね折られない程度に防衛して、まあ、三重種をね、ぶっ転がすだけって感じなんで、割と余裕ですね。うん。いいよ。動画なのに調子がいいですね。俺も最近動画で負けっぱなしでボツばっかだったんで、ちょっと嬉しいですね、シンプルに。で、今日、キヨキヨさん家に行って、昨日か。昨日、キヨキヨさん家に行って、動画撮影しようとしたんですけど、ちょっと眠くねっつって、飯、とりあえず、飯行くかっつって、飯、ちょっと連れてもらったんですよ。で、ちょっともう美味しいものいっぱい食べて、お腹いっぱいになって、家帰って、ちょっと眠くねって言って、まあ、朝撮るかっつって、今日の朝、動画4本撮ってました。まあ、キョキョさんのチャンネルで2本と、まあ、自分のチャンネルで2本。あ、全然マッチングしね。で、なんか、キョキョさん家に AKB の、なんだろう、俺が中1とか8年前ぐらいかな。大体8年前、7、8年前ぐらいの、なんか、AKB の動画があって、なんだろう、か、なんだっけ、ポニーテールとか、カチューシャとか、エブリデイカチューシャか、とか結構懐かしいのがあったんですけど、おや、ミュートしようか。懐かしいのがあったんですけど、そうですね。で、それで、その中の一つに、秋元康、その総監督の、総監督じゃない、プロデューサーか、の、なんだろう、考えみたいな、その密着取材みたいなのがあって、ちょっと見て、俺とキヨキヨさんがちょっと感化されて、そればっか言ってましたね。なんかドキュメンタリーだから、みたいなことずっとその動画で言ってたんで、ぜひ見てください。本当に、なんかドキュメンタリーだから、それしか言ってなかった。やばい、これどうしようか。何も足してこなかったら、なるほどな。これでいいか。よいしょ。うまくない今の防衛、なかなか。よいしょ。とりあえず、そう。もうなんか、多分知ってる人はね、な、ほんと言っても、マジで、そのムービー自体、多分、秋元康さんのは、あれだったんですよ。7年前、6年前ぐらい。ちょっと、ちょっと近くて。OK。OK。これでいけるわ。よいしょ。もう一発、OK。まあ、キング起動したんで、もうチョロ Q みたいなのがありますね。まあ、ホグと、多分三重種もいるんで、
フライゴレっていうことはこっちにパン。おお、なるほど。あ、ミスった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 。最悪、もうスケにしたのにさ、スケ出した予定だったのに。インドラが先行かな。よいしょ。はい。はい、ドスンコ。いいですね。こっちはワンチャンなんか出してこない。オッケー。よいしょ。はい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 。アイスイズをしていって。これ多分勝ったっすね。多分だけど勝った。よいしょ。よし、OK。いいね。待って。やばいやばいやばい。フリーズ来る、フリーズ来る。待って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 。マジで最悪。ちょっと待って、やばい。もう一戦いきます。勝って負けてもこれがラスト。待って、マジで最悪なんだけど。ああ。もう影響されてる場合じゃなかったわ。でも本当、今日のキョウキョウさんと撮った4本の動画はマジそれしかなかったっすね。本当にそればっか言ってた。予定調和でしかないとか、もう段取りでしかないとか、プロデューサーだから、プロデューサーじゃない、僕たちはエンターテインメントだから仕事のことを24時間考えてなきゃいけないとか、そんなことをようなことを言ってて、その秋元康さんがね。でそれを見て、やっぱちょっと俺らもエンターテインメントだからなって言って、クソほど影響されたっすね。でまあ結構で、俺のチャンネルで撮ったのは何だっけ、キョウキョウさんにハンデを、今回のハンデをあげても、まあ土壇でやってるやつですね、今回のハンデをあげても勝てる説と、あとはテンション0100をやったんで、まあ久しぶりですね。テンション0100は本当に何年ぶりだろうか、何年ぶりじゃねえや、3ヶ月ぶりぐらいか確か、そんくらい本当に久しぶりなんで、テンション0100はね、ぜひ見てください。本当にあれマジでクソほど疲れるんで、もう4本目に取りましたね。ちゃんともう残りの力すべて注ぐぐらいに。でも朝だったんですよ、それ。で、キョウキョウさんがそっから大学に行くんですよ。で、俺は今日出社だったんで、本当になんだろう、朝撮るもんじゃねえなって感じでしたね。もうあと寝るだけにしてから撮ってよくできだったなって感じがするんですけど、全然マッチングしないじゃん、本当に。最近グラチャで全然マッチングしないんですよね。いやー、本当に。楽しかったですね、でもキョウキョウさんちは。いろんな人がいて、キョウキョウさん同級生とか、なんか、あと、デトネのロイスとか、ルイスか、今は。前、名前がロイスだったんで、で、前から結構知り合いなんですよ、ロイスに関しては。だからもう、ルイスじゃなくてロイスでね、結構安定しちゃってるっすね。うん、どうしようかな。とりあえず、アイスゴレを、アイスビーズでしばき倒してあげて、はい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 。インドラ、ファイボ、よし、ネクスファイボ来た。なんで、これで、三十種が来たらファイブザップいける。あ、なるほど。よいしょ。よいしょ。アイスウィズ。で、考えられるのがガグモレ使ったんで、三十種防衛かギャング防衛しかないんですよね。本当アイスゴレホグしたいんですけど、どうしようかな。よいしょ。アイスゴレ先行させて、アイスゴレじゃない、アイスウィズだ。こっちにトルネだけで吸ってあげて、タラババだけで防衛すると、まあお決まりのパターンですね。よいしょ。アドでしかないですね。でこれでファイボ使わないことによってリボンにファイボが打てると。でこれで相手が考えるのは、トルネとファイボ使ったから工場30、工場ガゴムレ
工場が生まれですね。なんで工場が生まれが多分来る。工場を見た瞬間にアイスビーズ出してアイゴレで蓋する。来ない。工場が来る。はい、来ましたね。ガゴムレ取るね。これで完封。はいはいはい、美味しいですね。まあ30室使ってるとやってくることが分かるんですよね、シンプルに。なんでアイスゴレはまだ使ってないから、まあホグでいいっすね、シンプルに。これギャング来て、あ、ファイボ？マジで？よいしょ。ちょっと。OK。まあ、エリポンかな。うん、だよね。まあ、これ、小島をぶっ転がして、ギャングかアイスゴレを引き出せるっすね、これで。はいはいはい。ギャング引き出したのは美味しい。よいしょ。よいしょ。まあこれで三女子が来るだろう。よいしょ。これワンチャン5回すっすね、これは。ここは相手がワンチャンフルぶっぱしてくるんで、5回して、ここはタルババで守っちゃいけないとこっすね。OK。三女子しか当たってねえし、神マッチングっすね、マジで。さっき俺のミスで負けちゃったっすけど、まあこんな感じっすね。割とゴレとか引いて大型の立ち回りしたかったっすけど、30子しか引いてなかった、やばってことで、まあでも実際焼き鳥がね、100戦マルチとか回して、なんだろう、集計とか取ってたんですけど、30子が4試合に1回ぐらい来る。まあ 25% なんです、使用率が。単純に30子こんだけ80枚カードがあって、クラロワには90枚かカードがあって、のうちの30子来る確率が4分の1だったんですよね。なんで本当にシンプルに今30子が環境に良くて、で今回工場は加工に入らないですね、あれは全然変わんないんで。で30子はノータッチで、本当に今30子が全然強い環境なんで、この太めの配合デッキがおすすめです。ってことで、まあね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、こんな感じで終わります。まあね、毎日、動画投稿やってますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。お疲れ様でした。